熱々チャッチです。大人になるにつれてどんどん使わなくなるもの、それは鉛筆。まあ小学校の時とか中学校の時とかよく使ってましたよね。短くなったらキャップつけて長くしてまた書くみたいな。僕見つけちゃいました、すごいもの。はい、こちらでございます。こちら、思いをつなぐ鉛筆削り、つなぐ。何の商品かと言いますと、短くなった鉛筆のケツに穴を開けて入れていくと。で、僕今回何をしたいかと言いますと、限界に挑みたいなと思いまして、まあこのつなぐ鉛筆削りはどれだけの長さまでつなげられることができるのか、このかける限界の長さまでちょっとつなげていこうと思います。はい、まずはですね、こいつのね使い方からやっていきたいと思います。まあこちらに1番と書いてありますね。多分これ1番から削っていきます。こっちを入れて削るそうです。削るぞ。あ、見てこれね、穴開いてます。穴どこまでやっていいのかな。どこまでやっていいの、どこまでやってやろうか。めっちゃ開いたわこれ。こんな開いた、ほらこんな開くんですよ。で次2番だ。こいつを1番からもう合わない、俺のイケメンの顔に合ってしまう。やっぱ2番にしたら、このね次先端を、これ分かるかな、先端がねより細くなってる。うーわ、これね多分ね、より穴に、スプレー入るように多分先っぽもより細くしてますねこれ。次3番なんですけど、より整えるらしいですね。見てくださいこれ、ほら入れやすくなってるんだねこれね。いきますよ、3、2、1、ファイヤー。うわーすごい、いやこれすごいね、感動なんだけどこれ。でこの木工用ボンドで、先端とお尻につける必要があるそうですね。これで固めるとしっかりしてる。ということでですね、まず1本目完成しましたが、もう かけるのかどうかだよね。これでかけなかったら話にならないよ。まあこれでかけるならな、はい、ボンボン TV、 普通にかけるねやっぱりね。はい、ボンボン TV って書きました。はい、字がちっちゃいですね。はい、性格と一緒ですね。はい、ということでですね、これを繰り返しやっていきたいと思います。次3本、次4本、次5本っていう感じでどんどん長くしていきたいと思います。よーし、いくぞー。まあ結構時間かかるからね、早送りでいきましょう。はい、時間かかるわさあそれでは3本目いきたいと思います。 OK! ボーンボーン TP かけました。ボーン、うわボーン TP 結構入れるなこれ。 TP、 うわー OK かけた。ボーンボーン、あー揺れる。 TP OK、 ボーン、うわやばい。 TPはい、ちゃんとね、しっかりボンボン TV って書いております。はい、今のところ成功でございます。はい、 OK 入った。ボン TV OK 書けました。マジもう離れすぎだよ、マジ成功したら終わんねえよこれ。はっ、うわー書けちゃうわー。うわ、まだかける。ボン、あ、かけるわ。うわ、かける。はい、ということでですね、今気づいたことがあったんですが、この先端ね、こんな感じでね、めっちゃ削れることが分かりました。今ね、ここを見たら分かるんですけど、完全に入ってないよね。先端ね、めちゃくちゃ削ったら、ここがね、もうすっぽり入って、ほらこんな感じになるのよ。こんな感じ、もう並べてる、こんな感じ。これ今気づいたのよね。10本目、157cm でございます。あーもう天井じゃんこれ。 TV、 あーかけたー。これもう地面でやるしかねえな。10
1本目投げる。待て待て待て、俺の身長じゃん。おいおいおい、ついにここまで来たわ。さあ行きます。ボン。かけたー。終わらねー。うーわうーわうーわ、このまま行こう。180とかないかな、これ。あー、184センチ。はい、じゃあ12本やっていきたいと思います。あー、重量がやばい。あー、これまた成功ですね。うわ、どうしよう、予想外だ。13本。さあ、かけるのかどうか、いきたいと思います。嘘入ってんだなこれ。さあ、いきますよ。はい、ということでこれが普通の鉛筆の長さ、そして新しくつなげた鉛筆の長さは、はい、こちら。というわけでですね、記録は12本、長さでいうと186だったかな、それぐらいですよ。ということでですね、何がすごいってしっかりつながるところがこいつのすごいところでしたね。というわけで皆さんもね、短くなった鉛筆とかね、最後まで使いたい方はこちらのね、つながる鉛筆削り、ちょっと待って、つなぐ鉛筆削り、ぜひぜひ買ってみてはどうでしょうか。僕もすごい、久しぶりに楽しかったです。ということでこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。